とことんやりこむ。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も行きますよ。ガチャ100連生活4日目、今日がね最終日となっております。まあようねメダル400枚集めたよ。よう集めた。まあとりあえずラインナップから見ていきましょう。うん、来世赤鬼トラいらない。いらない。メダルいらない。素材は？あ、素材はまあ、相変わらずいらないね。よろず。なんだ？おー、ウェルダンか。まあ、でもウェルダンでも、そうだね、レベル500前半でしょ？出るのって。それじゃあもう使えないですもんね。おっと！スタイリッシュパーカーいいね。スタイリッシュパーカーいいですよ。ということで、よろずでもね、何回か回そうかと思うんですよ。うん。よろずを、2、30回回して、で、金が出たらもうこっちに移りましょうか。うん。そうしよう。なんかね、よろずでも出るような気がするんだよね。まあ、とりあえず金が出るまで、2、30回回します。確率 4%。一発目から金は、出ないね。そりゃそうか。なんかね、話に聞くと、5、6個一気に出たとか、結構、報告が上がってるので、俺も欲しいんだけどね、全然ダメだわ。全然ダメ。まあ、514か。レベル514のやつが出るのか。やっぱ500前半だね。これじゃあね、ちょっと使えないんですよね。もう今装備してるものが全然600近いやつばっかりなので、ちょっと使えないんですよね。多分出るやつってあれでしょ？このキャラクターの平均レベルのやつが出るんじゃない？また金出なかったら。いや、500台のやつ出てくれてもな。よくないわ。やっぱ装備のやつがいいのか？ウェルダンが511。で、紫の前511。そうね。遊びましょうもんね。あんま使えるやつでもないし。ダメだな。でも、レジェンダリーが 14%。これ出るまでやりますんで。いや、出てよ、出てよ。頼むよ。あ、1個出た、1個出た。もう1個。もう一個来てくれてもいいじゃない。でもまあ赤二つってことで、そこでもちょっと狙えるかな。なんだ？あー、なるほどね。剣豪しないかなんかか？ですねって言った。ごめんね。iPhone Watch の Siri が勝手にね、反応するんですよね、たまにね。あー、なるほどねって言ったら、ですねって言われた。はい。あ、修羅のしないか。うん、まあまあ。もうすでに1個持ってるんですけども、なかなかいいやつなので、いいか。これはね、しない系の最強装備ですね。で、初動か。ああ、全ステアップか。うん、まあ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 、いいや。はい。まあ、とりあえず、よろずこういう感じでした。装備品で残り、60回か、70回か。回しましょう。まあ、狙うは、まあ、毎回言いますけども、ファッションです。ファッション。激レアのファッションが欲しい。まあ、スタイリッシュパーカーも、まあ、悪くはないけどもね、Y メダルでね、あれ、交換できるんですよね。おっと、風来たわってことで変えれるんですけども、来た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 、一発目から来たよ。なんだ？ファッション、お、いいんじゃない？いいんじゃない？自撮り棒？え？自撮り棒が出た。これは、こだわりアイテムだな。あ、お出かけグッズか。食べ物食べても 5% で消費しない。まあ、召喚メダルでこれと同じ、接触か。接触っていうスキルが同じなので、それ合わせて、まあ 25% ぐらいの確率で消費しなくなるかもしれないですけども、まあ、いらない。いらないです。まあ、げんこつバッシュはちょっとパワーアップして使えるかなぐらいなんだけども、違う、俺が狙ってるのは、これじゃないんだ。
来ないね、来ないね、狙ったやつが来ないね。ファッシュ、あ、いや、パーカー、これはあのコモンのやつね、一番弱いやつです。うん、厚手のパーカー全然いらないし、うん、あ、まあ武将の兜とこれは作るのがちょっと面倒なので、まああってもよかったか。はい、残り50回半分切りました。確率 10%。 ここで3個、おっと、1個も出ない、1個も出なかったよ。で、発展もなし、ダメ、大外れ。よろしくないね。怪しきセンスか。全然ダメだな。お、レジェンダリー確率次 100%。 100%。 お、急に上がったね。こういうこともあるな。ではこれで何個出るか。7個ぐらい来てくれればもうなんだ、サムネイルとしてバッチリなんだけどね。頼む、7個ぐらい来てくれ。来い。え、いい、1個、2つ、嘘。でもまあ思いっきり光ってるね。重っ、クソ光ってるやつ、なんだ、ファッション違うんかい。筆かい、筆。ああ、まああのガチャゲンのやつだったらいいよ。なんすか。おー、一番いいやつだね。全ステアップ、まあまあ取っときましょう。ああ、なるほどね。これもう一個上があったでしょ、確か。ひるみ耐性 20% のやつがあった気がするんですけどね。まあまあ、ダメだったな。まあ、二つ出たってことでいいか。いきます、次 5%。残り30回。何が出る？白白白白白、お、白多すぎだろ。白多すぎやん。白7個て。これはレアだよ。こんだけ白出るのも。なかなかない。初めて。もう全然ダメ。全然ダメですよ。じゃあ残り20ルエン。いきます。はい。金、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 1個。金1個。ファッション出てくれれば文句なし。ファッション。頼むよ。あー、野球人のバット。いらない、もう3つ目だよ。野球人のバット3つ目。強いんだけどね。攻撃力 60% アップなんだけど。ああ、違う違う。これじゃない。うん。いやー。ではね、4日間にわたりました。毎日100連生活。最後の10連となってしまいました。うん。まあ、最後のね、1回で当たれば、万々歳ですよ。終わり良ければ、すべてよし。来い！押し金！押し！二つ来た、二つ来た。最後二つ来たよ。最後二つ来た。いきます。ファッション。ああ、ハリセンかい。これは、これ一個手前の市内でしょ。びっくり仰天ハリセン。いや、これ弱いやつじゃん。弱いやつじゃん。もう一個上あるでしょ。と、剣豪の市内、もう一個上がある。全然ダメ。お前、ちょ、一回最後行け。最後の一回。出ないよね。うん。はい。まあ。とりあえずですね、ガチャ。全部引き終わりました。使ったコイン401枚ですね。で、401枚使って、ファッションが出た。確率、ゼロです。0%。ファッションって本当に出ないのね。うん、本当出ないんだな。まあ、とりあえず、これにめげずに、またね、集めてやっていきたいと思います。うん、また100年ぐらいやりますので、はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや！